シマちゃん、シマちゃん、シマちゃんってば。俺のことですか、小野田さん。うん、そう。ずっと呼んでんのに気づかないから。あとこっちもね。この前言ってたプログラム覚えてる？あの、そのシマちゃんって。もうこの前戸川さんがそう言ってたから。あ、まずかった？あいつか。いや、まずいっていうか、ちゃん付けはどうかと。シマは置物みたいで表情がないから、せめて名前くらい可愛くしてやろうっていう課長命令だから。戸川さんって面白い子好きだから気に入られてんだよ。ギャグなんて言えませんけど、それに好かれてないし。そういうとこじゃない？さすがだな、小野田は。な、戸川さんいたんですか？いやだね、付き合い長いとやたら分かりやすくて。分かりにくい方ですよ。それでもさっき総務の女の子たちが騒いでたぞ。島君かわいい、綺麗って。いいな、若いって。もう26ですよ。年上の前ではまだって言え。ほらこれ、居酒屋の地図。歓迎会の場所。サボんなよ、主役なんだから。あ、島くんサボりそう。お疲れ。お疲れ様でした。高田、料理適当に頼んで。了解。島、なんか食べたいのある？いや、別に。つうかさ、なんでジュース？飲めないんで。嘘。ビールは？ビールもダメ？ビールは特に匂いがダメなんで、飲んでる人のも。マジで？それで。タバコはやらないんだっけ？吸えません。へえ、見た目にそぐわず地味だな。戸川さん、ちょっと見習ったらどうですか？やだよ、俺寂しがり屋だもん。酒ないの考えらんないし。寂しいなら嫁さんもらったらどうすか？モテんのに。モテません。でも嫁さんか、欲しいんだな。高田、誰か紹介して。やですよ、見る目厳しそうだし。そういや、佐喜田さんもできちゃったこんだしな。寂しい。男ばっかでムサすぎ。佐喜田って志麻くんの前にいた女の子ね。はあ。そういや、生まれたら連れてくるって言ってたな。あの佐喜田が母親にね。志麻、仕事慣れたか？まあ。そっか、覚えんの早いし知識が半端じゃないって言ってたぞ、小野田が。うんうん、どうも。前はどこにいたんだっけ？ TAG ってとこで。 TAG？ またでかいとこにいたんだな。首？高田ではないですけど。けど高田、ビールから。戸川さん、人の顔蹴らないでくださいよ。汚いっすよ、しかも素足って。汚いからついでに拭いてやったんだろ。なんすかそれ、いじめですよ。そういや高田、顔のエステ言ってんだよな、成果出てんの？マジで？小野田さん、なんで言っちゃうんですか？いいから早くビール頼めよ。ひどい、パワハラっす。じゃあ、お疲れした。俺もこっちなんで。おお。あの、お、さっきはすいませんでした。え、ごめん、何が？いや、いいです。歓迎会ありがとうございました。ん、うん、じゃあ帰ります。おお、お疲れ。ん、ああ、あれか、昔の職場の話。なんだ、素直なとこもあんだな。